はい、どうも幻想です。今日も目の前に水晶を並べてみました。先週の金曜日ですよね、透明度抜群の水晶ということでね、ご紹介しましたよね。これね、まあまあね、たくさんの方にご覧いただいてるようです。透明度高い、まあ、やっぱりみんな好きですよね。気持ちいいからね、水晶ってね。まあ色がついてんのもね、もちろんいいんですけども、なんかこうクリアにねしてくれる水晶、皆さんね、まあお疲れかなという感じもしますけどね。もう夏のね疲れがやっぱり出てきてますよね、皆さんね。急にね、なんだろうね、外もこう、まあ今ね、まあ、僕なんかこう半袖じゃないですか。で今月ももうね、僕的にはまだ暑い、まあ結構暑いんで、どうなのかな、まあ今月いっぱいぐらい、まあ半袖で行くのか、まあ長袖を着るのか、まあどっちでもいい話なんですけども、本当多分ね、このまま行くと今月いっぱいぐらい半袖でいて、来月ぐらいになるとね、急にね、もしかするとダウンジャケットになるんじゃないのかなみたいなね。本当秋がもうないっていう感じでね、もう半袖かダウンかみたいな感じにね、なってきてる感じもしますけども、何の話をしてるのかわかんないんですけども、そうです、水晶、今日もね、ご紹介します。で、今日はね、まあ2、4、6点並べてるんですけども、今目の前にね。で、この子たちも前回ご紹介したことを同じとこで撮れた子です。ブラジル。ね。ブラジルを地図で見ると、ブラジルがあって、で、地図上で見ると東側にあるのが、ミナスジェライス州っていうのがね、中心よりちょっと下かなぐらいにあって、そのミナスジェライス州の上にバイア州っていうところがあって、ブラジルのね、そこのセントセっていうところで採れた水晶をね、前回もご紹介して、今回もこの目の前にある子たちも全部そうなんですよね。でその中で今日はね、この子、あ、もしかしたらこれだけちょっと違うかったかもわかんないけどね。で今日はね、さらに透明度が高いです、前回の子よりもね。ここからカメラがしっかり見えますよね。もうほんと上から下まで透明度抜群っていう、前回の子よりも透明度が高い、これをね、今日はね、また1点だけですけどご紹介させていただきたいと思います。まあ綺麗ですよ、これも。そして今回の子もやはり台座がおしゃれということで、どこでも置いていただけますね。もうあまり触るともう指紋だらけになりますからね、たまに柔らかい布でね拭いてはいただきたいですけども、手の上にこんな感じに乗る子だから、前回のことほんとね、大きさ的にはそんなに変わんないんですけど、横がねちょっとボテッとしててね、かっこいい子ですよね。しっかりしてて、この中ではもしかすると一番透明度が高いかもわかんないですよね。今日はね、これをご紹介したいと思いますよね。もう見てるだけでも幸せになりますね。そしてこの後すぐに商品の詳細をお届けして、また後半ね、少しだけ登場してみたいと思います。で、まあ、この子たちはね、ほんとショートバージョンでね、もうバンバンバンと同じ、まあ、産地の同じタイプの子ですから、グダ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 毎回ね、なんか後半喋っててもね、と思ってたんですけども、前回ねコメントの方でね、この子のとこだったかな、コメントいただきまして、まあ、ショートバージョンでねお届けしますよなんていうお話を動画の中でこうお伝えしてたらね、長い動画も好きですみたいなのをね、コメントで言っていただいた方がいらっしゃって、もうほんとこう、なんだろう、優しい方でね、そういう風に言っていただいてると思うんだけども、まあそれをね、そのまま真に受けちゃうのが僕ですから、今日はね、ちょっとね、まあ後半またね、喋ってみようかなと思いますから、後半もしかすると長くなっちゃうかもわかんないですけども、お時間がある方はね、最後までお付き合いいただけたらと思います。で、今日はね、何をまあ後半話そうかなと思うと、やっぱり水晶って、まあ、浄化とかね、まあ黒じゃないんで魔を弾くなんていうことではないんだけど、やっぱり浄化の意味合いっていうのが強いんで、家を守るっていうことで、家をこう建てるときとか、家をこう改築するときとかに水晶をね、こう四隅に埋めたりとかされる方がやっぱりいらっしゃって、でその時にじゃあ何どうしたらいいのかななんていう話をね、まあ最強の、まあ最強のっていうことではないんですけども、魔から家を守る方法みたいな感じでね、なんかそんなことを後半話してみたいと思いますから、またお時間がある方は最後までお付き合いいただければと思います。そしてね、この動画のチャンネル登録がお済みじゃない方はぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてコメントなり質問なりあれば
ればね、どんどん送っていただければと思います。まあ上に電話番号載ってますから、そこからそこにねお電話をいただいてもいいと思います。あのさっきもね、この今撮影する前もね、あのお客さんからあの電話があって、約1時間ぐらいね喋ってたんですよね。そんな感じで皆さんね、気軽に電話してきますんでね、なんか石のこと聞きたいなとかいうことがありましたらね、どん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 お電話をいただくなりね、メールをいただくなり、気軽にしてもらったらいいと思います。まあそれではこの後詳細のところをお届けしたいと思います。今日はブラジルのバイア州で採掘された透明度抜群の水晶第2弾ということでお届けしたいと思います。それでは詳細なところをお届けしたいと思います。まずこれが真正面ですよね。こんな形に見えてます。向こうがもう完全に透き通りますからね、透明度抜群ということで、ここから見ていただいてもね、どれだけね透明度が高いかというのがね、分かっていただけると思いますよね。今回はブラジルのねバイア州で採掘された透明度抜群ガラスのようなね水晶ポイントをご紹介しております。まあ、それではね、下からずっとね上がっていきたいですよね。まずねこの子の特徴、まあ、前回の子もそうなんですけども、この下のね台座、これがまたね何とも言えなくておしゃれですよね。この粗い感じがね、まあ、好きですよね。こんな風になってます。そしてこの辺ね、まあ、光の角度によってまあ虹が見える、これも美しいですよね。綺麗ですよねこの辺ね、すごくね、こんな感じになってます。そしてここからねずっとこんな感じで上がっていきます。綺麗ですよね。でここが先端ですよね。まあなかなかね、まあ、いつもお話ししてる通り、ここまでね透明度が高いものあるようでないということでね、まあ、探してもねなかなか見つからなかったりするんですけども、今回はねこういうタイプの子がね何点かありますのでね、まあ、順番にねお届けさせていただいてます。この辺ですよね、やっぱね綺麗ですよね、虹がね、光の角度によってね、そしてこんな感じになってます。綺麗ですよね、まあ、どの面から見てもまあ美しいね、こんな風になってます。ほんとまあ見ているだけでもね癒されるしね、心がスーッとしてきますよね。こういうね透明度抜群の水晶というのはねほんと気持ちいいですね。そしてね先端もねほとんどブロークンしてません。すごく綺麗ですよね。こんな感じになってます。どの面から見ても向こうがね透き通るガラスのようなね水晶ポイントを今回ねご紹介しております。この辺なんかも綺麗ですよね。この青いシールはねどこの面にねはめ込むかというのをね印をつけてるところになりますけどもね、こんな感じでずーっと見てられますよね。ほんと綺麗。これが下の部分になりますけどね、こんな感じになってます。美しいですよね。まあ、大きさもねそんなに大きくなくてどこにでも置けるサイズになってますから、ぜひねお好きな場所にね置いていただいたらいいんじゃないのかなと思います。邪魔になりませんしね、本当存在感もありますから、リビングでもいいしね、玄関、まあ玄関より何かねリビングとかに置いていただいて、皆さんがね目に入って話題にねなるところにね置いていただけるといいんじゃないのかなと思いますよね。こんな感じ、ちょっと上からね行ってみたいですけども、こんな風になってます。こんな感じですね。そしてこうということで、ちょっと離れた方がね透明度が高いのが分かっていただけるかも分かんないですけども、こんな感じに見えてます。美しいですよね。から見てもね最高ですよね。ここもいいですしね、分かっていただけますよね。この辺ね
てこんな感じになってます。この辺なんかもね、光の角度によって虹がね綺麗ですよね。この辺ね出ますよね。そしてこんな感じですね。まあほんと綺麗くてね、見てるだけでも癒されて心がスーッとしてくるね。ブラジルのバイア州で採掘された水晶ポイント第2弾ということでご紹介させていただきました。ぜひこれもね、現物をね見に来ていただければと思います。気になる方はね、また画面の上のねお電話番号に電話してもらえたらと思います。まあ、それでは後半ね少しだけ登場してみたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。じゃんね、透明度抜群のブラジルのねミナスジェライス州の上にあるバイア州で採掘されたね、あの言いにくいんですよね、ミナスジェライス州ってね言いにくいんですけども、そこの上にあるバイア州で撮れたね水晶ポイントということでね、まあ今回もお届けしましたけども、まあ映像からでもね十分ねこの透明度分かっていただけたんじゃないのかなと思います。まあ前回の子がねこれですからね、まあサイズはそんなに変わんないんですよね。まあ2、3センチね、ちょっと今回のこの方が高さがあるのかなという形なんですが、横のでっぷり感が今回のこの方が大きいということで迫力がありますよね、前回の子よりもね。そしてあの透明度が前回の子よりも高いということですからね、まあ素敵ですよね。上から下まで透明度があるっていうね、まあ冒頭も言いましたけども、普通こういうタイプっていうのは結構あるんですよね。上の方が透明度があって下はねちょっと白いかななんていう子は結構あったりするんですけども、上から下まで透明度がある。そして前回もね、まあ前回じゃない、だいぶ前ですよね、お届けした特大のね水晶ポイントということで、大きいやつね、あれもまあ上から下まで、まああれはもうスペシャルですけどね、ピラミッド型にもなってるっていうね、また今出してますけども、これも素敵ですからね、またご覧いただけたらと思いますね。これは見ていただきたいね。でね、まあ、何話そうかなと思ったんですが、今日はね、タイトルにもある通り、結界で家を守るということで、まあ、結界のことをね、ちょっと話してみたいなと思うんですね。まあ、水晶、結界に使えるよっていうことなんですよね。で、その前にね、まあ、本当ね、毎日毎日、いろんな方にね、遠方から来ていただいてて、本当ありがとうございますということなんですけども、まあ、今もね、まあ、オーダーをいくつかいただいておりまして、で、もうね、このオーダーに関しては2ヶ月ぐらいになるんですけども、隕石をピラミッドの形にしたね、タイプのもの。まあ、2センチ、2センチぐらいのピラミッドなんですけども、それをね、9つ、まあ、こうね、こんな形にして、ね、こんな形ってよくわかるかわかんないですけどね、こういう形にして、そしてネックレスのトップにしようというね、構想があって、それをまあオーダーいただいてるんですけども、まあ、これがね、まあ、普段私ワイヤーで作ってね、オンラインショップなんかには載してるんですけども、どうしてもワイヤーでやるにはちょっと無理があるということで、まあ、彫金でね、やりましょうみたいな話になって、まあ、彫金でねやることになったんですけども、まあ、これがね結構大変で、で少し前からね、彫金で私、まあ、作るようになってて、まだまだオンラインショップにね上げれるぐらいのレベルには私の技術自身がまだなってないもんですから、これからねどんどん上げていきたいなと思ってるんですけども、まあそれをねこう研磨する、まあ、磨く、ピカピカにしようなんていう話になったんですけども、面が大きくてね、うん、で私の師匠もね、彫金のね先生もそんな平らな面のねやつをこう受けたことがないというぐらい、まあ、面が大きくて軽い、これをまあね、まあ、素人ながら研磨磨くんですけども、これがまたねドツボにありまして、まあ、大変でね、やれどやれどね、こう何ピカピカにならないんですよね、これが難しいね。まあ実際、まあ、研磨されてる方はまあ当たり前じゃんということで、何言ってんのっていう話になるのかも分かんないんですけども、ね、普通こういう木とかっていうのはそのサンドペーパーっていうもので、まあ僕たち磨いたりしてたんですけども、まあ150番ぐらいの粗手からずっと磨いていって、最後ね2000番ぐらいでやるともうツルツルになるんですよ。まあツルツルっていう表現がまあどうかわかんないんですけども、結構ね
滑らかになっても肌触りも最高な手触りも最高なんていう形になってもう気持ちいい感じになるんですけども、そのシルバーのね2000番ぐらいじゃない、もう全然もうやればその筋がつくよみたいなね。で2000番の上が4000番だ、4000番の上は6000番だ、6000番の上は7000番だなんていうことで、ついに1万番だみたいなね、見たこともないぞぐらいのね、そのダイヤモンドペーストであったりであるとかサンドペーパーであったりとか、まあ耐水ペーパーっていうのかな、あれで磨くんですけど、磨けどね、その筋がつくぞっていうことで、もう全然ね鏡面にならないんですよね。まあある程度のところまでは来てるんですけども、で最後6万番だみたいなことになってきててね、どうしたもんかっていうところなんですが、もういよいよね完成が見えてきたということで、もう間近ですからね、本当お待たせして申し訳ございませんということでね、この動画を通じて言い訳をしておりますけども、でその他にも枕目のオーダーもいただいておりまして、これもねちょっとお時間がかかってるんですけども、そちらもね間もなくもうできるかなということなんで、オーダーがねポンポンポンといくつもね重なってたもんですから、ちょっとねお時間がかかってるんですけど、もう少しお待ちくださいということをねお伝えしておきたいと思いますよね。でですね、今日は先ほども言いましたけども、結界で家を守るということなんですけども、まあ結界ってそもそも何なんだっていう話なんですね。まあアニメでもね、なんか結界のなんかアニメなんていうのはね昔ありましたけども、要は自分のテリトリーですよね。自分のテリトリーを表明する、ね、結界を張って自分のテリトリー、ここが私の安心できるエリアですよっていうのを表明して、そこに悪いものを入れないような空間を作るっていうのが結界っていうことなんですね。言えばね、魔であるとか、それこそね闇的なものであるとか霊的なものであるとか、例えば、もっと具体的に分かりやすいところでいくと嫌な人とかね嫌な人を避ける、まあこれ人間関係のところでもお話をしてたんですけども、まあまあね、表面的にいくと嫌な人みたいなのを遠ざけるために結界、もっと簡単に言うとバリアですよね。バリアを張るってことですよ。そのために結界を張らないといけないよねっていうことなんですね。ここからここまでは私の陣地バリアですよっていうのを表明するために結界を作るよっていうことなんですよね。でその結界を作る道具っていうのは別に何でもいいんですよ。極端な話、別に棒切れ立てててもいいし、別に何でもいいんですけども、まあ、せっかくなんでね石を使いましょうということで、石をね結界に使われる方っていうのが結構いらっしゃってね。で僕もね昔僕の場合は部屋なんですけどね、部屋に水晶のポイントを立てて結界っていうのを作ってたことありましたよね、昔若い頃ね部屋で、自分の部屋ですからね、別にその不特定多数の人がね入ってくるっていうことではなかったんですけども、まあまあなんでそんなことをしてたのかね、今ではよくあんまり分かんないんですけどもねあの部屋でやってたことがありましたよね。でね、このお店でもね実はね結界っていうのを貼っておりまして、推奨ポイントではないんですけども、上にね、この店の四隅、天井の四隅と中心にあるところに結界セットっていうのを貼ってね、結界は張ってるんですけど、まあお店とかの場合は不特定多数の人が入ってきたりしますから、やっぱりその空間、お店の中の気が乱れないようにするために良い空気にする、まあ石が多いですから、もうそもそも気がいいですからね、そんなによどんだりはしないんですけども、それでも乱されないために、もっと言うとその店で働く人ですよね、スタッフなり僕なりたちが快適に過ごせるように、そして私たちが心が乱されないようにするために結界を張るっていうことなんですよね。そして今回は家のバージョンということなんですけども、じゃあ家で結界を張る場合はどうするのかっていうことなんですけども、まず土地ね、土地をちょっと考えていただきたいんですよね。で例えばね、土地、まあいろんな土地がありますよね。長方形の土地とか、まあ正方形の土地っていうのは結構少ないのかな、わかんないんだけど、長方形の土地とか、あとまたなんていうのかな、ちょっとこう三角形になってる土地とか、いろんな土地があると思うんですよね。こっちが出っ張っててこっちがへこんでるよとか、で細かい話を言うと、厳密に言うとね、その飛び出してるところはどうするのかとか、へこんでるところはじゃあどういうふうにカウントするのかとか、まあ細かいことを言えばまあいくつもあるんだけども、そうじゃなくて今日はもっと簡単に考えていただいて、土地の四隅、土地のコーナーというふうに思ってもらったらいいですよね。へこんでるところはじゃあどうするのっていうことになってきた時には、へこんでるものがそこがへこんでないとして考えてもらって、そのコーナーに置いてもらうっていうことをしてもらった方がいいかもな。ちょっとわからないんで、もっと簡単に言うと、まあ部屋の角ですよね、部屋の角に
まあ部屋じゃない今回は、だから土地だからね、土地の角に今回であれば推奨ポイントを置きましょうという話なんですよね。うん、で、例えばなんですけども、その土地があった時にその土地を掘れる場合ね、土が掘れるってことですね。土が掘れる場合はその四隅に推奨ポイントを置くんだけども、土を掘った方がいいんだけども、どれだけ掘るのかっていうとね、これね6尺なんですよ。1軒ね、6尺1軒ということで、まあ、あの約 1.8 メーターということなんですよ。両手を広げた長さということですね。両手を広げた長さがだいたい 1.8 メーターですから、 1.8 メーター四隅のコーナー、家の土地の四隅のコーナーを 1.8 メーター掘りましょうということなんですよ、ね、でこれ考えていただいたら分かるんですけども、結構大変でしょ。大変というかほとんど無理でしょ。自分でこうスコップで 1.8 メーター掘るってね、自分が入る穴掘るんじゃないんですからね。よくドラマとかでもありますけどね、そういうことじゃなくて、もう業者に言わないとなかなか 1.8 メーターって掘るのって不可能じゃないですか。だから最低1尺なんですよ。30センチですよね。6分の1の30センチは掘りましょうってことなんですよ。だから土地の四隅のコーナーを最低30センチ、まあ30センチぐらいだったら掘れるでしょ、大体ね。30センチ掘ってそこに推奨ポイントを埋めてくださいってことなんですよ。まあ推奨ポイントじゃなくてもいいんですよ、別に。あの丸玉でもいいし。ね。まあ、さざれはどうかなと思うんですけども、そもそもさざれってっていう話が僕なんかはあったりするんで、まあ、さざれはちょっとね、あんまりおすすめしないですけども、丸玉であるとか、推奨ポイントであるとかっていうのを四隅に、まあ、大体30センチぐらい掘って埋めていただくっていうことね。ポイントは上に向けてね、こういうポイントっていうのが上がとんがったやつね。とんがったやつの場合、ちょっと、取りましょうか。取れにくいんですよね、これね。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいよ。はい、取れましたね。はい。上がとんがったやつの場合、こういうものを推奨ポイントって呼んだりするんですけど、この、その、先端の上からね、言えば、エネルギーというか、力というか、波動が出ますから、これを上に向けて、天に向けてってことですね。天に向けて、宇宙に向けて、それで柱を立てるっていうことですから、言えばね、この先端は下に入れないでくださいよ。こういうふうに。ね、まあ、大地につながるエネルギーということで、まあ、それでもいいのかもわかんないんだけども、その柱を表明させたいわけで、バリアを作るわけですから、やっぱり宇宙まで届くバリアを作りたいんですよ。それの囲いの中にいたいわけですから、先端は上に向けて、ね、そして30センチ掘って、そこにポソッと埋めていただくということなんですよ。簡単でしょ？別に難しくないんですよね。これね、ちょっと待ってくださいね。これ入れるの大変ですからね。結構ね、やってる方多いです。あ、こうだ、はい、あー疲れた。こうですよね。もう本当もう印つけとかないと分かんないですよね。こことここが合うよみたいな形でね、印をつけとかないと分かんないですけど、多分こうだと思いますよね。何の話してましたっけ。あ、そう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 、先端を上に向けてね、で四隅に、埋めていただいて、そしてポイントを上に向けて宇宙まで届く柱を立てて、そこの空間を結界、それが結界ですから、それを張りましょうということに水晶は使えるよというお話なんですね、今回はね。で以前なんですけども、そのレムリアンのね、まあまあ大きいやつ、まあ、これぐらいだったかな、レムリアン、まあ、もうちょっとちっちゃかったかもわかんないですけども、レムリアンのまあまあ透明度があるやつを、それを使って土に埋めてなんていうね、お客様が昔いらっしゃって、まあ、それはね全力で止めましたけどね。ちょっともったいないでしょね。例えば今回の子、この透明度抜群のこの子ね、この子を結界に使う、まあ極端な話、例えばね、これがこのコーナーね、これがこのコーナー、そしてこれがこのコーナー、これがこのコーナー、そしてこれがこのコーナーね、見えます？こんな感じでね、こう土地があるとしてね、この4箇所にね、土地の4箇所にこの4つを埋めるんだみたいな話になった時、これはやめた方がいい。もったいないでしょ、今回みたいなこんな透明度が高い子で、こんないい子別に埋める必要ないですから。
まあ、ものすごい気合い入ってる方だったら、まあ、それでもいいのかも分かんないですけど、こんないい子を埋める必要はないですからね、ちょっともったいないですから、それも全力で お止めしたいですよね、うん、で、あの大きさも別にこんなに大きくなくてもいいです、ちっちゃくてもいいですよ、あのほんとちっちゃくてもいい、丸玉もそうですけどもちっちゃくてもいいです。で、それを四隅に埋めていただければいいんじゃないのかなと思います。これね、結構ね、聞きます。あの目に見えて何かが分かるっていうことではないんだけども、体感としてね、その中で過ごすと結構ね、いいです。例えばね、その、まあ、結界を張る目的として、さっき言ったみたいに魔的なものであるとか、霊的なものであるとかそれこそあの嫌な人とかね、まあ、いろんなものから自分の空間を乱されないようにするために結界を張るんだけども、そういうものだけじゃなくて、例えば近所にね、それこそなんていうのかな、何ですか、電気 のなんかあるじゃないですか、あの大きいやつ電気の大きいやつってなんだっていう話ですけど、なんていうのかな、なんか名前忘れちゃいましたけども、なんかあるじゃないですか、電気の大きいやつね、電線の大きいみたいなやつがあるとか、そんなものがすぐそばにあるよとか、ね、そういう場合もやっぱ電磁波の影響なんていうのも当然受けますからね。大きい工場がすぐそばにあるんだよとか、工場なんかがあってもやっぱりね、乱されちゃったりしますから、すごい電気使ってたりしますからね、工場とか、だからインターネットも乱れたりであるとかするじゃないですか、電話もちょっとつながりにくいよみたいなところなんかがあった場合、そういうところの近所にお住まいの場合ですよね、新幹線がバンバン横で通ってるんだよなんていう場合もすごい電気使ってますから、新幹線なんていうのも、だからそういうふうに電磁波的なもので乱されるよなんていう場合もいいんじゃないのかなと思いますよね。家で結界を張って、そこでね、快適な空間で過ごせるようにするためには、そういうふうに少しでもね、快適に過ごせるために何かね、対策として家の結界を張るっていうのはね、もし気になる方はやっていただくとね、これ結構おすすめじゃないのかなと思うんですよね。で、今は、で、今埋める話したでしょ。じゃあ、うちの家は埋めれないんだっていう場合あるじゃないですか。まあ、コンクリートが張ってたりだとか、アスファルトになってたりだとか、なんか、石が組んであって、埋めれないんだよなんていう話があったりだとか、いろんなことがあると思うんですよ。コーナーにそんなものがあって、ちょっと難しいんだよねっていう場合は、その上に置いていただいたらいいですよね。で、その上にも置けない、何かあって、石段みたいなのが組んであって、そこに置けないんだよっていうことであれば、その前に置くとかね。なんかその辺はそんなに神経質に考えなくていいですから、大体の角そして対角線上になるような形で置いていただいたらいいですよね。家のコーナーにね、あの埋めれない場合は上に置いていただいたらいい。で、上に置く場合ももちろんそうですけども、トップは先端は天に向けてね、その柱が立つようなイメージでね、置くことによって宇宙まで届く柱が立ってるよっていうイメージをしていただいて置いていただいたらいいと思いますね。だから埋めれない場合は上に置くっていう、そういう感じでね、置いていただくんだけども、置き方というのもありまして、これは自分から見て右回りですよ ね。だから自分がいるんだから、まず置いて、そしてこういう形で時計回りってことですよね、に置いていただくと。で、何でもそうなんですけども、例えば今回は結界ということで締めるわけですから、引き締めるわけですよね、空間をね。だからそういう時にはドライバーと一緒ですよね、右回りにして締めていただくね、右回り、時計回りに置いていただくっていうことですよ。そして例えば、結界を右回りで置いてしばらく経ってね、なんかまだ改善しないよねとか、なんかあまり効果ないよねなんて思える時とか、あとは調子良かったんだけど、結界をその張ってからね、なんか調子良かったんだけども、またなんか調子悪くなってきたよねとか、なんか家に悪い人が来るんだとかね、悪い人ってどんな人だっていう話なんですけども、まあまあなんかよろしくないんだよねなんていう場合は、今度は左回りで一回ね、外していただくんですよ。全部一個だけじゃないですよ、一個だけ外そうかとかじゃなくて、全部今度は左回りですよね。時計と逆の方向に、だからドライバーでいうと緩める方向ですね、時計回りと反対の方向に順番に取っていただく一度で、埋めてるものは30センチぐらいであるですから、まあ、ちょっと掘れますよね。スコップ何回かやったら出てきますよね、ポロッとね。そしたら出してね、そして水で洗って
午前中の太陽光に当てていただいて、まあ、日の出とともになんていうのがいいんですけども、まあまあなかなかね難しかったりする場合は午前中の太陽の光に当てていただいて、ね、エネルギーチャージをしていただいて、そしてまた右回り時計回りに再度埋めていただくっていうことをやっていただいたらいいと思いますよね。こう外した場合は同じ場所にそれを戻さなくちゃいけないのかっていうと、そんなことないですから、別に場所は全然変わっても構わないですから、なんかおかしいなと思ったら左回り、先ほど、結界を張っていった方向とは逆回りに石を抜いていって、順番に抜いていって、そして洗って太陽のエネルギーを入れて再度また右回りに置いていただく、そういうことをね繰り返していただいたらいいんじゃないのかなと思います。まあうちのお店のは、まあ、先ほどあの天井にね、結界セット張ってるよっていうことだったんですけど、これもねなんかな、最近ねっていう時は左回りに、外してってまた右回りにはめていってなんていうことをね、することも当然ありますから、そんな形でねやっていただいたらいいんじゃないのかなと思うんですよね。でこれは今は土地の話をしましたけども、これは土地だけじゃなくて家の中でも同じなんですよ。ここ土地じゃないでしょ、お店っていうのは言えば室内じゃないですか。同じような感じで家の中でしていただくこともできますからね。で家の中の場合はね、まあ家の中でもこれ使うのはもったいないよね。あの下にね四隅に置くのはもったいないですか。もっとちっちゃいポイントなんかでいいですから、家でも一緒、リビングにするよっていうのでもいいし、自分の部屋にするよっていうのでもいいですよね。で例えばなんかね、自分自身が、調子が良くないね、なんか最近よろしくないんだよねとか、そういう場合っていうのはもしかするとね、あの魔的なものが家の中に、部屋の中に入り込んでるかもわからないですから、そういう場合なんていうのは、まあ細かい話を言えばこれもいろいろあるんですけども、一つの方法としては部屋の四隅。部屋の四隅っていうのはわかりやすいですよね。置きやすいですよね。角にテレビがあったとしても、その後ろに置いてったりするじゃないですか。コーナーギリギリまでなんか家具、まあ家具ならあるかな。ただ家具をコーナーに置いてる場合だったら家具の上に置けばいいですよね、家の中だったらコーナーに置けないっていうことあんまりないんじゃないのかなと思うんですよね。まあ部屋自体がこう四角形じゃないとちょっとまあどうしたらいいんだろうみたいな考えることはあるかもわかんないですけどね、そんな感じで部屋の場合も四隅に置いていただくと、右回りでね、でするとその中っていうのが少しずつね空間のエネルギーっていうのが変わってきますから、そういう感じでね、なんか最近調子が良くないんだよね、お仕事もよろしくないんだよね、なんか最近体の調子も良くないんだよねなんていう場合は家のね、結界っていうことも考えていただいていいんじゃないかなと思いますよね。魔を弾くっていうことですからね、するとねお母さんが入ってこないかもわかんないですからね、お母さんは魔じゃないですけどもね、そんな感じでね嫌なやつを遠ざけるみたいなことでね、部屋の中に四隅に置いていただくっていうことをしていただいても同じ効果がありますから、そんな感じでね今回は結界で家を守る、まあ部屋を守るっていうことでね考えていただいたらいいんじゃないのかなと思います。お仕事場でもそうで、まあお仕事の場合は自分の一存でねコーナーに水晶を置いてるとなんだそれはっていう話になりますから難しいのかもわかんないですけども、自分、まあまあ、ご商売されてる方とか、自営業されてる方とかだったらね、そのお店のコーナーに置いていただいて、お店の空間、空気を、きれいなものにするというかね、なんかそんな感じで、乱されないようにするっていうふうにしてもらってもいいんじゃないのかな、なんていうのを思いますよね。で、あとね、自分自身のじゃあね、結界を張る場合はどうするのか、まあ、ちょっと長くなってますからね、巻きで話していきたいと思いますけど、自分自身の結界はどうするんだっていうところなんですけど、今、まあ、家のね、結界の話、そして部屋の結界の話をしましたけども、自分自身っていうのは、例えば先ほど、6尺1間、1.8 メーター、両手を伸ばしたところがね、が一つの、なんだろう、物差しですよっていう話はしたと思うんですけども、自分、私たちの結界の範囲というか、そのエネルギーというか、ね、その範囲っていうのが 1.8 メーターのオーラの中で私たちは生きてるんですよ。で、簡単に言うとだから前が90センチでしょ。で、後ろが90センチ、横が90センチ。その円の中に私たちのエネルギーフィールドというか、オーラというか、なんかその快適ゾーンが 1.8 メーターなんですよ、私たちの。わかります?僕が 1.8 メーターの円の中に入ってると想像してください。それが僕の快適ゾーンなんですよ。皆さんそんなもんですね、大体ね。だからなんですよ。だから例えば前、
横後ろ90センチしかないですから、まああるようでないですよ、短いですよね。だからそれよりも手前に入ってこられるとね、例えばちょっと苦手っていうタイプの人っていたりするじゃないですか、まあ、これ当然いていいと思うんですけども、そういう人が90センチより手前に入ってこられるとちょっと心臓がバクバクしたりするんでしょ、なんか乱されたりとかしんどくなったりとか、えっゲッっていう感じになるじゃないですか、ちょっと離れてみたいな、私の中に入ってんだけどっていう話になるでしょ。で向こうのその90センチとこっちの90センチ、向こうのオーラと私のオーラがこう交わってバチバチにこう戦う、まあ、戦うのかどうか分かんないですか、入り乱れるわけですよ。向こうのエネルギーと私のエネルギーがね、90センチの中に入ってくると向こうもそうだしこっちもそうだしっていうこと、だからお互いがやっぱりしんどくなるんですね。違和感があるし、なんかそわそわしたりであるとかしんどくなったりであるとかね、なんとなく分かると思うんですけども、だから電車とかだったらもう満員電車とかになるとね、90センチどころかもうマイナスになってたりしますよね。もう押されちゃったりするじゃないですか、もうギュウギュウになるっていう。だからもうその場合はもうお互いマイナス同士ですから、もうすごくしんどくなっちゃうんですよね。まあそういうことが別に何だろう、何とも思わない方もたくさんいらっしゃるんだけども、なんかねそういうことを感じる方っていうのも多くいらっしゃるのも現実ですよね。なんかすごくしんどくなるって、なんで電車乗るとしんどくなるんだよねっていうのはなぜなのかっていうと、僕のその安全地帯が侵されてるわけですよ。まあ向こうもそうなんですよ、向こうの安全地帯も侵されてるっていうことですよね。90センチのそのね、快適ゾーンが、お互いの快適ゾーンが乱されるわけですから、うん、だから本当はね90センチ、前90センチ、後ろ90センチ、横90センチの円形のね、なんか筒みたい、宇宙まで届く筒みたいの中に入ってね歩けば本当はいいんですね。もう入ってこられない、もう硬いものでこう覆われてますから、ぶつかっても入らないみたいなことがあれば本当はいいんですけど、そんなことできるはずもないんで、じゃあどうするのかっていう時なんですよね。じゃあどうするのかって、あの石のこんなものを持って歩くわけにいかないですよね、両手に持ったりとかしてね歩くわけに。だからその時にブレスレットを持つんですよ、ネックレスをするんですよね、イヤリング、ピアスをするね、何でもいいと思うんですよ。でそれで乱された時にね、それを軽減してくれるために、跳ね返すためにね、そしてしんどくなってもそれほどダメージを受けないために水晶のブレスレットなんかをしていただいたらいいんじゃないのかなと思うんですね。まあ別に水晶に限らずね、どんなブレスレットでもいいんですけども、だから自分自身を守るためには石を、ブレスレットとしてつける、ネックレスで持つ、イヤリング、ピアスで、そして石をポケットに入れる、何でもいいと思うんですけども、受けた時にダメージを最小限にするためにそういうものを持つ、跳ね返すっていうことをしていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよね。これまあ、それが分かるとね、なんとなくね、しんどくなる原因も分かりますから、あそうか、そらそうだよねっていうのが分かっていただけると思うんですね。だから嫌な人だからしんどくなるとかっていうことでもなくて、自分のその何だろう、快適ゾーンが侵されるからしんどくなるっていうことなんですよ、ね、ただなんですよ、ただなんかこの人いいなって、感じいいなってね、素敵だなと思う人は快適ゾーンに入ってくられても、まあ、そんなにしんどくなかったりもするんですけど、なんかここが難しいよね、うん、ここが難しいんですけどね、うん、まあまあそもそも苦手と思う人が快適ゾーンに入って90センチ以内に入ってこられるから、ああもういい、もう離れてっていう話になるんですけど、自分がいいなと思ってる人がねそばに来られてもそんなにしんどくないっていうところがまたね、これ難しいところではあるんですけども、まあでも意思を持っていただくっていうのはね、自分を守るためにはいいのかもわかんないですね。だから今日は家のまず結界で家を守るということで、家の四隅に水晶ポイントを置くと結界を張れるよっていうお話ですよね。埋める場合は最低30センチは埋めてねって、埋めれない場合は上に置けばいいよ、それで天まで届く、結界が張れるよっていうお話、必ず右回りにねっていうことですよね。で次は自分の部屋とかお店とか、なんかその空間ですよね、リビングでもいいし、その場合も四隅にね、コーナーコーナーに対角線になるようにですよね、簡単に言うとね、右回りで水晶を置いてってね、水晶ポイントを置いてってねっていう話をしましたよね。そして自分自身の快適ゾーンを守るためには水晶をつけたりであるとかね、いろんなところにつけたり持ち歩いたりしていただくと、まあ結界の代わりになるよっていうお話が今回のお話ですよね。まあぜひね、これね、やってみようかなと思う方は効果ね、まあまあ出ます。
結構感じていただけると思うんで、ぜひねやってみようかなと思う方は試されるのをおすすめしますよね。そんな高価なものじゃなくてもいいし、大きくなくてもいいですからね、ちっちゃいもので構わないですから、やっていただけたらいいんじゃないのかなと思いますね。今回は結界で家を守るということをね、ちょっと話してみました。で、まだまだね、今日はバージョン2ということで、バージョン3、バージョン4ということで、最後ね、この大きな子、ご紹介しようと思いますから、連続でいくかどうか分かんないですけどね、また近いうちにポンポンポンと上げていきたいと思いますから、また、よければね、見ていただけると大変嬉しく思いますということですね。そしてこの動画の、チャンネル登録がまだお済みじゃない方は、ぜひこの機会にね、チャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、この動画がね、いいなと思ったらグッドボタン、そしてコメントなり質問なりね、上にお電話も載ってますから、どんどんね、お気軽にお送っていただければと思います。まあそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今回はブラジルのね、バイア州セントサで採掘された透明度抜群、ガラスのような水晶をお届けさせていただきました。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。